皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はモンスターハンターワールドアイスボーンのファミ通紹介をしていきたいと思います。新しく痕跡を残し始めた新参者ボーリュティガレックス、まあティガレックスはもう、まあ、過去でも有名なあのドラゴンですね。まあ、攻撃的かつ荒々しい性格の飛竜種で、強靭な脚力から繰り出される凄まじい突進と苛烈な方向が特徴です。そして、風氷竜イテスクレイギニア、全身が白い地で覆われた飛竜種レイギニアの特殊個体で、放った霊気が瞬間的に凍らせて霊気を瞬間的に凍らせて獲物を追い詰めて、さらに頭上から構える二段構えでの狩りを得意としています。刺すような霊気がハンターを追い詰めます。では続きまして、未知なる地に挑む新しいストーリー。古代樹の森から軍を成して飛び去る霊ギニアが目撃されます。そのただならぬ気配に追跡調査を進めた調査団は3機団の気球に乗り込んで海を渡りました。波乱の先に姿を現したのは、雪と氷に閉ざされた世界とそこに息づく未知の生態系でした。調査団の新しい任務は渡りの遺跡地と呼ばれる寒冷地の調査です。新しく発見された地域で前人未到の地と考えられていて、まだ見ぬ環境生物やモンスターの生態を調べることが大きな目的になります。そして調査団が訪れることになる新しい舞台、渡りの遺跡。極めて寒冷で過酷な気候の場所で唐辛子を調合しホットドリンクとして使用する、あるいは温泉に浸かるなどで寒さをしのがなければ調査もままなりません。モンスターハンターワールド中で最終的に最も広いフィールドになる点も見逃せません。氷を自在に操る古竜種イベルカーナとは、万物を凍らせると言われているモンスターです。霊気を自在に操って極低温のブレスで攻撃を行います。モンスターハンターワールドアイスボーンのメインモンスターで、ストーリーにも大きく関わっていくようです。まあ、どのようなタイミングで登場するかも気になるところですね。まあ、本作でも最強クラスのモンスターになることは間違いありませんね。おそらくティガレックスよりもはるかに強いと思われます。まあそうですね、どのようなモンスターが今後登場するかは、まあ続報が期待できますね。まあこの後にもいろいろとあるようですけど、まあそこはもう別のチャンネルでちょっと紹介していきたいと思います。まあそういうわけで今回はこの辺でモンスターハンターワールドアイスボーンのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。